ワンパーということで、ネネルートリスタート2回目やっていくんだけど、なんかホーム画面から始まるのもどうかなと思ったんで、リスタートなんで。コンティニューで押してね、なんか入るのもおかしいかなと思ったんで。まあリスタートはね、もうスッと入っていこうかなと思います。はい、じゃあやっていこう。そして体調管理に失敗することもなく、私はテスト本番を問題なく迎えました。試験の手応えも十分。まあそりゃ強くてニューゲームだもんな。その手応え通り無事に姫松学院に合格することができました。よかったね。おめでとう、ねねちゃん。入学式ちゃんと見てるからな。お、二人は私の入学を祝ってくれます。これも元々はなかったこと。あ、そうなんだ。元々なかったんだっけ。いえ、それはなかったというよりも私が拒絶していたことなんですよね。そっか、入学式もみたいな感じだったっけ。それも嬉しいことだけれど、今の私の胸はただ一つの感情で独占されていました。ようやく、これでようやく出会えるんですよね。そうだよな。まあ、わかんないけどね。可能性は高いよな。どうなんだろうな、修二くん。お、あの子、可愛くね？可愛いだろ？本当だ。あんなに可愛い子がいるなんて、姫松に入ってよかったかも。残念だったな、お前ら。まだ、ねねさんは出会ってねえんだけど、もう先客がいるんだ。出会ってねえんだけどな。あ、すごい、可愛い女の子。そんな視線にさらされながらも、私は正門の前に立って、同じ新入生を眺めます。その中には、見知った人も覚えのない人も両方いますが、あ、覚えのない人もいるの。そこに目的の姿はなくて。どうして？まだ来てないだけ？俺めっちゃ不安になるな。それとも、あ、もうドクドク言ってる。もしかして未来が変わってしまった？鼓動がバクバクと跳ね上がっていきます。まだ時間はある。入学式が開始されるまでに時間はあります。だから、そんなことはあるはずない。良くないことばかり考えてしまう頭の中を、まだチャイムは鳴っていないという言葉で塗りつぶす。考えたくない。考えられない。彼がいないだなんて。そんなこと。でも。いや、でもやり直せないんだもんな。知らぬ間に、握った拳に力が入っていました。拳の中には、熱くなった心のかけら。お、ちゃんと持ってんだよね。なんかなくすっていう概念あんのかな、その心のかけらは。うつむいてしまいそうになる顔をしっかりと上げて、登校してくるみんなを見つめました。諦めない。絶対に諦めたりしない。たとえこの学院に進学してないとしても、私は絶対に見つけてみせる。今にでもこぼれてしまいそうな涙をこらえ、一人も見逃すことがないよう目を開いて見つめ続けました。なんかすごいよね。こんなにも許されるって言ったらいいのかな。許されるようなストーキングってさ、なかなかないよね。こっちの修二君からしたら、何この人みたいな感じかもしれないけど。それからどれぐらいの時間が過ぎたか、真新しい制服に身を包んで登校する学生も少なくなり、入学式が始まろうとか、という時間になったその時、一人の男の子に目が止まりました。お、いた？まだ遠くて顔が見えるわけじゃないですけど、気づきました。目にかかるぐらいの髪の毛、少し気だるそうな猫背。私の記憶よりも背が低かったりしますけど。おー、それでも私には分かりました。間違いありません。あれは彼です。ずっとずっと会いたいと思っていた。修二くんが前から歩いてくる。お、修二くん。来たんだな。一歩一歩近づいてきて、距離が縮めば顔立ちもはっきりと見えるようになります。でも私の視界はどんどん滲んでいって。もう感動だよな。いた。ちゃんといてくれた。ついに出会えた。やっと出会えた。
もう数年もかかったんだもんな。不安だったよな。未来は変わったけど、それでもちゃんと出会うことができた。待ちきれそうな自分の胸を抑える。ようやく、ようやくです。長かった。何年も何年もこの日だけを夢見て、必死に耐えてきました。一人に寂しさに、もしかしたらの不安に。でもようやく私は彼とまた出会えた。夢じゃない。幻じゃない。今彼は私の目の前を歩いています。あ、歩いてるね。もう数メートルしか離れていない。一歩踏み出し、手を伸ばせば届くようなところに彼がいる。修二君、まあ、能力がもしあるとしたら、なんだこの人って感じだろうな。なんで泣いてんのみたいな。みたいな。めっちゃこっちになんか感情向けてくるじゃん、みたいな。びっくりするだろうな。じっと見つめる私に彼が視線を向けてきて、そして、お？まあ、行くわな。気になるんだろうけどな。何も言わずにそのまま私の横を通り過ぎていきました。やっぱり、私のことなんて知らないですよね。ちょっと期待する部分がなかったわけじゃありません。もしかしたら奇跡が起きて、再会できれば私のことを思い出してくれるんじゃないかって。でも、今の修二君から向けられた視線は、不信がっているだけ。だろうな。以前の、あの温かい眼差しとは比べ物にならないものでした。さすがにそれは、ちょっと都合が良すぎましたね。悔しさか、不安か。自分でもわからない気持ちが胸を締め付けます。苦しさでギュッと握った拳、その手の中にあるのはずっと大事にしてきたかけら。それは小さなかけらなのに、私の全身に広がるぐらいのぬくもりを与えてくれる。懐かしく、とても温かくて、そのぬくもりが苦しみを和らげてくれます。でもいいです、こうして出会えたんですから。再会できた奇跡だけで私には十分です。出会ってしまえば俺はまたネネのことを好きになるよ。そう言っていたから。チュージュ君は意地悪かもしれないけれど、そんな嘘は言ったりはしない人だから、嫌いにはならないわな。っていうか、まあでもシュージ君はやっぱ力があるから、その能力がね、それがどう作用するかだよな。まあ、今までのとの出会い方とやっぱ違うわけだからね。希望は目の前にあります。だったら悲しむ必要なんてありません。涙を拭いて、今できる精一杯の笑顔を浮かべて、顔を上げました。ようやく願っていた日を迎えることができたんです。これで本当の意味で始めることができます。なんかさ、思ったんだけど、これさ、修二君さ、星地さんの思いとかいろいろあったわけじゃん。カイドウとかの。それでさ、恋心を知って、なんかビリビリみたいな感じでさ、なんかね、分かって、いろいろとこう、ネネさんの気持ちにも気づいてっていう過程があったわけじゃん。それ全くない状態でしょ、今。修二君。これ大丈夫なんかな？なんかすごい不安になってきた、俺の方が。まあ、ネネさんもっと不安だろうけどね。新しい日々を。結構、難しい道のりになるんじゃないか。修二君。星名君、ちょっといいかな。来たー、来たさん。チャプター1の1、これ、一番最初のやつだ。忘れもしない。マジで始まったな。マジでリスタートじゃん。それは昼休み、トイレから教室に戻る途中だった。秋の訪れを告げる冷えた風に乗って、背後から可愛らしい声が俺を呼び止める。懐かしいな、このくだり。どうかした？申し訳なさそうな顔で俺を見つめてくる女の子は、クラスメイトの一人。男子からもそれなりに人気のある可愛らしい女の子だ。新しい学年になって約半年。夏休みも明けた9月ともなれば、クラスメイトとも打ち解けている。あ、もうね。だから序盤もそうだよね、9月のところからだもんね。だからこうして可愛い女の子が俺を呼び止めた理由は、私ね、図書委員で今日中に終わらせなきゃいけない仕事があるんだけど、どうしても外せない大切な用事があるの。あれ、ちょっと待って、これさ2年生だよね。
1年生は何もしなかったの、ねねさん。これ確か2年生の下りだよね。2年生の9月だもんね。え、待って。新しい学年になって嫌か話。そうそうだよね。1年半何してたん、ねねさん。だから、本当にごめんなんだけど、私の仕事、変わってくれないかな。え、まさかさ、え、前の世界線をなぞろうとしてんの？なんとか1年半我慢して、みたいな。え、そうだよな。告白なんてあるわけないよな。可愛い子はいろいろ忙しいのだ。そうだな。完全にパシリだけどね。それって家庭の用事とか。家というか、私の将来に関わる問題かな。そっか、それは大変そうだ。そうなの、大変なんだよ。だから本当にごめんなんだけど、変わってくれないかな。お願いね。本当変わんねえな。変わってくれないかなっていう秋田さんは変わんねえな。うん、変わるの文字が違うけど。最後のねで小首をかしげて若干上目遣い、しかも舌をペロッと出してきた。これがいわゆる計算で、可愛さは作れるということなのはちゃんと分かってる。分かってはいるんだけど、それでも可愛いと思ってしまうから困る。けど俺、図書委員の仕事なんて知らないよ。ああ、それは平気。図書室に新しい本が入ったんだけど、その本を検索できるようにパソコンに打ち込むだけだから。蔵書の検索システムに登録か。打ち込むだけなら確かに難しくはなさそうだ。うん、ということで、変わってもらえない？お願い、この通り。わかった、いいよ、それぐらいなら。本当？ああ、ありがとう。やっぱり星野くんって頼りになるね。大したことじゃないから。じゃあ他がよろしくね。図書室に行けば教えてくれる人がいるから。で、この後あれでしょ、カイドウと若菜さん来るんでしょ。わかった。その子は嬉しそうに小走りで教室に戻っていった。やっぱいいように使われているかな。良くないことだとは分かってるんだけどな。よ、こんなところで何してるんだ。え、本当にあれじゃん、1の1じゃん。ん？いやー、ちょっとその反応、また何か変なことを引き受けたな。お前、お前な、ちゃんと断ることも覚えないと、いつかもっと大きなものを押し付けられるかもしれないぞ。分かってはいるし、ちゃんと断ろうとは思ってはいるんだけどな。思ってるだけじゃ何も変わらないんだって。痛いところをつくな。なんだったら俺が言ってやろうか。気持ちはありがたいけど、そこまでしてもらわなくてもいいって。ガキじゃないんだから。むしろガキの方がちゃんと意思を伝えようとすると思うぞ。確かに。まあ今後は気をつける。毎度毎度同じことを言いはするんだけどな、お前。昔からの癖だからな。今さら急には変わらないんだろうな。でもさ、この流れだとねねさんとのあの出会いを再現するの？ほんと、女子の間でも結構話題になってるよ、星名のこと。お、若菜さん、え、もしかして頼れる男？うん、便利な男って。だろうな。おかしいな、こうして女の子の頼みを断らない男ってモテそうだと思うのに。むしろバカじゃない。真顔で言われると傷つくわ。バッサリ切り捨てたな今。でも星名、これは真面目な忠告として、人の頼みをちゃんと断れるようにならないと良くないよ。さっきの噂も本当なんだからね。お前みたいなタイプは甘い顔を見せたらつけ込まれるんだからな。つけ込まれるって、そんな大げさな。そういう甘い考えでいるから余計につけ込まれるんだよ。うんうん、星名は甘い。女の子の本性ってのは男の子の想像の斜め上を行く生き物なんだから。ねえ、若菜さんね。若菜さんもそうでしたね。怖いこと言わないでくれよ。それぐらいの覚悟で挑めってこと、分かった？ああ、まあ一応。けどそれならカリアも想像の斜めを上を行く本性なのか？本性の一つや二つぐらい隠しているもんさ。そうだな。
私ぐらいになると男はコロコロと転がしまくりさ。へえ。へえ。ああ、これは裏とかないタイプだ。間違いない。何その目は。何か言いたいことでも。いえ、別に。けどさ、女子に本性があるんだとしても、さすがに綾地さんは別じゃない。それとも綾地さんも斜め上を行っちゃうの。綾地さんか。お、ここで。俺は一緒のクラスになったことがないから、人隣を詳しくは知らない。え、今一緒のクラスじゃないの。あ、これずれてんじゃん。けど確かに優しい人だって評判はよく聞く。え、同じクラスじゃなかったんだ。それに見た目も文句なしに可愛くて、俺たちの学年では間違いなく一番人気のある女の子だ。へえ。ああ、彼女は確かに別かも。誰にでも分け隔てない、裏表のない性格だと思うよ。そっか、やっぱり綾地さんみたいに綺麗な子は心も綺麗なんだな。それは何かね。私の心は汚いと。いや、あのね、別にそんな意味で言ったわけじゃないから怖い顔しないでくれます。そういえば前に星名は綾地さんのことが苦手とか言ってなかった。お、やばいじゃん。なぬ、聞き捨てならないな。綾地さんみたいな完璧な女の子のどこが嫌だと言うんだ。別に嫌いなわけじゃなくて、ただなんとなく苦手なんだよ。彼女の雰囲気というか、なんというか妙な視線で見られてる気がするんだよな。妙な視線だ。まあそうだわな。星名ってそんなに自意識過剰だっけ。いや、そんなんじゃなくてだな。なんというか、その、いや、まあいいや。大体星名って綾地さんとなんか関係があったっけ。ないよ。クラスも一緒になったことないし、会話だってろくにしたことない。だったらお前のことを見る理由はどこにあるんだ。それがわからないから奇妙だって言ってるんだ。お前の勘違いなんじゃねえの。 いいね、ここら辺はもうあれだね、あの前の世界線のチャプター1の1とはやっぱもう全然違うね。ああ、あれだ、たまに偶然目があっただけで自分のことを見てたって意識しちゃうやつだ。あるな、それ。そんなアイドルオタみたいな勘違いしたことないって。だって俺には五感を通して他人の感情を感じる力があるから。うん。そしてそれは自分に向けられる視線も感じ取ることができる。だから気のせいでないのは間違いないんだけど、彼女が俺のことをそんな風に見つめてくる理由がさっぱりわからない。だろうな、修二君はな。こっちはもうわかってるけどね、プレイヤー側な。いくら考えても綾地さんとは初対面のはずだ。なのに彼女は俺に真剣な眼差しを向けてくる。しかもその視線には悲しみや寂しさ、怒りとか他にも憧れのような様々な感情が複雑に入り混じっていて、余計に混乱してしまう。とにかく、なんか雰囲気が苦手なんだよ。そういうこともあって、ほとんど話をしたことないな。クラスも違うから、もともと会話する機会もないしさ。あー、それでねねさんの方もズルズル言っちゃったのかな。機会なくて。なんか、どうしようどうしようみたいな。俺もできれば綾地さんといろいろお話ししたい。男子だとね、競争率高いもんね。綾地さんと話をする機会って大抵の男子は常に伺ってるもんね。あ、ちなみにさ、おかけんってどうなってんだろうね。おかけんって作ったのかな。むしろ星名みたいなタイプは珍しいというか貴重な存在だね。まったくだ。だいたい綾地さんみたいな人を苦手とか言ったら一体どんな。あの、私のことを呼びましたか。おお、さあどうなる。ワクワクしてきた。お、だ、綾地さん。すみません、名前が聞こえたのでつい。このパターンも確か、まあその、あのそこに至るまでは違うけど、あれ1の1であったよね、その元の世界の。あ、いや気にしないで。それに別に話してたってわけでもないから。そうですか。
なんだって感じだよね、修士君。やっぱりだ。勘違いじゃなく、また俺のことを見てくれ。その目は、カイドウやカリアに向けられるものとは違っていた。あやちさん？あ、はい。ぶしつけな質問で、とても失礼だとは思うけど、俺に何か言いたいこととかある？言いたいことですか？あるわな。なんだか、さっきから俺のことを見てたような気がしたから、何かあるのかなーって。いえ、別に何もありませんよ。ないの、ねねさん。いっぱいあるでしょ？ちなみに、星名くんは、私に言いたいことはありませんか？え？別にないけど。そうですか。それならいいんです。大丈夫か？嘘つき。いや。え？いえ、何でもありませんから気にしないでください。ねねさん、なんか楽しんでないか、この修士くんがいつ私に気を向けてくれるかなみたいな、楽しんでないか。この1年半ずっとこんな感じでやってたのか。今なんか一瞬あやちさんの雰囲気が変わったような気がした。ちょっと暗くなって、それに嘘つきって聞こえたような。とはいえ、本当に一瞬のことで、俺の見間違い、聞き間違いだったのかな。噂に聞くあやちさんがそんなことを言う子だとは思えない。見るからに清楚で、ピュアで、汚れなき存在って感じだ。ゼックスどころか、オナニーすら経験したことがなさそう。いっぱいしてるよ。そんな子が、俺を睨むなんて、ましてや嘘つきとか言うわけなんて、ないよな。嘘つきだけですごい、なんか、言うやん。ところでカリアさん、例の件ですが。お？あ、うん、バッチリ。いいところを紹介してもらったよ。ありがとね。あ、ってことはじゃあオカケンの活動はやってるんだな、この流れは。いえ、大したことはしてませんが、お役に立てたならよかったです。また何かあれば部室に来てください。あ、ちなみにさ、七尾さんってさ、俺この世界線でもちゃんといるんだよね。ありがとう。でもあとは私が頑張って仕事を続けるのみだから。ちょっとよろしい？ん？どうしたのカイドウ？一体何の話？それに部室って。ああ、それはあやちさん。構いませんよ。部活のことは不用意に噂を広げるようなことさえなければ。何？秘密の話？そんな仰々しいことではなくて、私がオカケンに所属してるというだけですよ。おお、やっぱオカケンあるんだね。作ったんだね。オカケンって、いわゆるオカルト研究部。うちにそんな部活があったなんて初耳だな。私たちが入学する前から存在していた部なんですよ。でも、今の部員は私だけですが。今のな。オカケンってやっぱり幽霊？それとも宇宙人？前も言ってたな、それ。いえ、私は占いを。オカルトといっても幅は広いですからね。で、あやちさんは占いとともに部室で人生相談をしてくれてるというわけ。じゃあカリアも相談に乗ってもらったのか。うん。へえ、若菜ちゃんに悩みがあるなんて意外だな。これさ、若菜さんってさ、あれじゃん、シュバルツカッツェ行くじゃん。で、シュバルツカッツェには七尾さんがいるじゃん。これ、シュバルツカッツェ、若菜さんが行ったかどうかわかんないけど。だから、七尾さんとのコミュニケーションは多分取ってんだろうな。カイドウにだけは言われたくないよ。って言っても、大層な話でもないんだけどね。欲しいものがあるけど、お金がないっていうだけ。で、試しに相談してみたら、バイト先を紹介してくれてね。ギターが欲しいんですよね。カリア、ギターなんて弾けるのか？弾けるんだな、実は。ああ。と言っても、言うほどの腕じゃないけどね。なんか2週目やってる感じだな、これ。ここら辺。同じだからさ。もともとはお父さんがバンドをやってたらしいんだけどね。使わなくなったギターを見つけて、それ以来教えてもらってるんだ。それが数年前の話で。そろそろ自分のを買おうかなって思ったんだけど、
欲しいギターが高くってさ。それで相談したのか。そういうこと。へえ、ギターか、懐かしいな。カイドウもギターを弾けるの？コード弾きぐらいならなんとか。ギターはちょっと触ったことある程度かな。カイドウくんはドラムですからね。ねえ、ドラムですからね。え？ねえ、カイドウがドラム？お前、そんなことできるのか。ああ、確かに夏休み前までドラムをやってたけど、なんで綾地さんが知ってるの？あ、それは、もしかしてライブハウスに来てくれたとか？いやでも、綾地さんみたいな美人が来てくれてたら絶対に忘れないと思うんだよな。その程度の人数しかいなかったし。本当なんで？ボロ出しちゃったの。それはそのですね。ですから、占いです。占いで分かったんですよ。その予知能力っていうか、すごいな、その占い。マジかよ、占いすげー。俺ちょっと占いを侮ってたよ。まさかそんなことまで分かるだなんて。もうとりあえずなんか占いにしとけばなんだかんだ解決しそうだな、これから。女子の間では結構当たるって評判なんだよ。ねえ、あやちさんの占いって。ねえ、へえ、そうなんだ。あの、もしよかったら星野くんもどうですか？どうですかって、占い？はい、どうでしょうか。何か子供の頃からずっと悩んでることがあったりしませんか？クリティカルだな、それ。質問がクリティカルすぎる、それ。もしそういう悩みがあれば話すだけでも楽になると思います。ですから気が向けばいつでも部室に来てください。な、何？どういうこと？今の意味ありげな言葉、もしかして彼女は何か気づいているのか？なんだこのスタンド能力は、みたいな。あの、あやちさん、それってどういう意味？いえ、悩みがあるのならと思っただけで、深い意味はありませんよ。そうね、もしかしてそれも占いで何か出てたとか？そうですね、そんな感じです。あやちさん、実は今日の数学でわからないところがあって、教えてくれない？今日当てられるんだよね。あ、はい、構いませんよ。なんかいいな、ほんとここら辺はもう強くてニューゲームだからさ。あ、ここら辺ね、みたいな感じでさ、だいたい覚えてたらね、対処できちゃうっていう。やったー、ありがとう。それじゃあ皆さん、また。うん、またね。あやちさんは何か気になることでもあるのか、こちらをチラチラと振り返る。けれど、友人に腕を引かれ、結局そのまま行ってしまった。気になるわな、今の、さっきの言葉。それに、俺に向けられる視線。何かしら意味があると思うんだけど、さすがに何を考えてるのか、その具体的な内容まではつかめないからな。もったいない。せっかくあやちさんの方から誘ってくれてるのに。そう言われてもな。悩みとか適当でいいんだって。とりあえず占ってもらって二人っきりの時間を過ごせばいいのに。あー、もったいない、もったいない。あやちさんは親切心で言ってくれてるのに、その下心はどうなんだ？そんなことだからあやちさんもカイドウには声をかけなかったんじゃない？そこまではっきり言われると結構へこむな。お、え、星名、顔を歪めたりしてどうしたの？いや、なんでもない。そうごまかしつつも背中が痛くて仕方ない。背中？さっきあやちさんと話していたから、その嫉妬の視線だな、これ。あったな。やっぱり人気なんだな、あやちさんって。周囲からの嫉妬の視線が集中し、チクチク刺さって大変痛い。廊下で話しただけでこれだ。二人とも早く教室に入ろう。そろそろ授業が始まる。そうだな。ああ、
そうだ、二人に言っておくべきことがあるんだ。ん？さっきの綾地さんのおかけんの話だけど、そういえば不用意に噂を広げるなとかなんとか。そう、それそれ。おかけんって綾地さん一人でさ、噂が広まったりしたら下心しかない男どもが殺到するに決まってる。バサあカイドウみたいな。まあ否定はしないな。否定しないんかい。下心だけなのかい。他にないのか、なんか健全なやつは。そんなケダモノどもが押しかけたら綾地さんの迷惑になるからね。そうだな。それに相談したくても尻込みしちゃう子も出てくるかもしれないでしょ。だからこの件は内密にね。わかった、絶対に言わない。他の男どもが知らない秘密を知ってるのは気分がいいしな。その気持ちはわからないではない。とにかく男どもに噂を広げないように。ああ、でも本気で悩んでる人がいたら別ね。おう、わかった。俺も特に言うつもりはないよ。なるほど、これが出会いではないけど、そのなんていうの、前回のパターンとはちょっと違うここのシーンだったってことね。なるほど。あ、じゃあもうちょい見ていこうか。まあ結構キリいいんだけどね。けど本当に何なんだろう。でも同じクラスじゃないんだよな。はい、どうでしょうか。何か子供の頃からずっと悩んでることがあったりしませんか。綾地さん、気づいているのか。確かに子供の頃には能力を口にしたこともあったけど、誰も信じてくれなかったし、父さんも心配そうに俺を見るから、それ以降は口にしないようにしてた。そして俺が綾地さんに会ったのは姫松学院が初めてだ。クラスも一緒になったことがないし、特に親しくもしていない。謎だわな。やっぱりどう考えても俺の力に関して知っているはずはないよな。じゃああの言葉はどういう意味だったんだろう。ま、ただの偶然ということも考えられるけど、占いが正確かどうかは別としても、あんまり近づかない方がいいか。正直にこの力を打ち明けるわけにもいかない。力のことが広まると後々厄介だもんな。だからきっと俺と綾地さんは同じ学院に通っている程度の薄っぺらい関係。これから先も決して交わることのない人生なんだろうな。そうか。お前がそう思うんだらどうだろうな。そうなるのかもしれないけどな、お前次第なんじゃないか。な？なんか面白いな、こっから見てると。修士君どうすんだろうな。どうしよう、もうちょい見よう。さて、放課後になり、俺はカバンを持って席から立つ。星名くん、ごめんね。用事さえなければちゃんと出たんだけど。いいよ、これぐらい。本当にありがとう。それじゃ、まったね。あ、また明日。さあ、これでね、医者の、なんだっけ、御曹司かなんかに、アタックしに行って、玉砕するんでしょ。付き合い出して、あいつダメだったとか言うんでしょ。で、結局仕事は変わったままか。今日はもう OK しちゃったからな。今さら断られるのも、向こうだって困るだろ。そりゃ、そういうこともあるだろうけど。それに、大した仕事じゃないらしいから、そこまで気にする必要はないって。まあいいけどさ。何かあったらいつでも言えよ。ねえ星名、なんだったらその仕事手伝ってあげようか。いやいやいや、まあ、気持ちはありがたいけどね。仕方ね、俺も付き合ってやってもいいぞ。いやいやいや、そうなるとやばい、ねねさんのプランが全部崩れちゃうよ。ありがたいけど気持ちだけで十分だから。二人だって暇じゃないんだろ。そう言うと思った。まあそうだわな。お前こういう時に絶対人の手を借りないよな。そうか。そんなつもりはないんだけど。それにさ、俺が勝手に引き受けたんだから、それに巻き込むのも申し訳ないだろ。あと、今日は PC を使って検索システムに本を登録するだけだから、一人の方が効率がいいんだって。あ、いいんだって、か。けど、今度こんなことがあったら、助けを求めることにするから。というか、たまには断れってば。そうだった。うん。今後は気をつける。言ってるだけで、頼まれたらまた引き受けて次も一人でやってそうな気がする。うん、正解。
ため息混じりで言いながら呆れた視線を二人が向けてくる。それじゃあ俺は図書室に行くから、また明日な。その場から早足で逃げ出した。さあどうなる、あのシーンが来るのか。そのまま特別棟に向かい、俺は階段を登っていく。最上階に着き、一番奥の図書室に向かう途中、一枚の扉に気づいた。あ、オカルト研究部の部室ってこんなところにあったのか。特別棟なんて授業以外で来ることはほとんどない。そりゃ知らないはずだ。って、場所を知ったところで特に相談もしないけど。早く図書室に行って仕事を終わらせてしまおう。そうだね。仕事をね。失礼しまーす。すみません。新しい図書を検索システムに登録するように言われてきたんですが。俺が挨拶をするとすぐに当番の委員の子が反応してくれた。連絡もなく代理が来たことにはやや難色を示したものの、今更仕方ないということで仕事のやり方を教えてもらうことになった。事前に言われていた通り、やることは単純だ。登録画面を呼び出して項目を打ち込んでいく。それじゃあここにある分は全部お願いね。わかった。って50冊くらいありそうだな。地味に面倒な作業だけど、引き受けた以上はしっかりやらないと。そうだね、しっかりね、最後までやんないとな。いろいろ噛み合わないからな。椅子をきしませながら大きく背中を伸ばす。もうちょっとだな。あと10冊ぐらいなんだけど、もうこんな時間か。当番の子はなんだか帰りたそうにしていて、やっぱり口の中に苦味が。ねえ、もしよろしければ、もしよければ、俺は、もう全部ダメだ。もしよければ、あとは俺が全部やっておくよ。え？もう利用者も来ないと思うし、施錠して鍵を職員室に返すだけなら、俺でもできる。でも、当番は私で、あなたは図書委員じゃありませんし。今日は図書委員の代理だから、問題はないって、多分。俺の説得に少し気が楽になったらしく、表情も気やすいものに変化する。俺もすぐに終わるし、扉の施錠だけすれば大丈夫って状態にしてくれれば、当番の仕事もちゃんとしたことになるよ。そうだよね。ね？うん、それじゃあ鍵はこれだから、他は全部しておくから最後だけよろしくね。あ、ちゃんとしとく。あとその PC も落としておいてもらえる？わかってる。忘れずにちゃんとしておくから。お疲れ様。うん、ありがとう。それじゃあお先にね。うん、少し楽になったかな。さて、焦らなきゃいけない理由もないけど、あんまり遅くなるのもな。さっさとやりきってしまおう。同じペースで打ち込みを継続。そうしてようやく最後の一冊を登録して、カチャカチャカチャターンと勢いよくあのこれさ、あのカッコじゃねえんだよな、自分で言ってんだよね、カチャカチャターンって勢いよくエンターキーを叩きつけ、決めポーズ。さあ、横から、横っていうかその影からそれをねねさんが見てんのかな。このシーンはねねさんは見てなかったわけだもんね。虚しい。ねえ星名、なんだったらその仕事手伝ってあげようか。仕方ねえ、俺も付き合ってやってもいいぞ。せっかく言ってくれたんだから、素直に手伝ってもらってもよかったな。こんなことばっかりしてたらいつ愛想をつかされてもおかしくないよな。自分でももう少しちゃんとしたいとは思ってるんだけど、どうしても人の親切よりも自分を優先してしまう。思っていてもどうしても行動には移せないんだよな。もう少しちゃんとした人間になりたいな。何かきっかけがあれば頑張れるだろうか。こんな風に願ってるだけじゃダメなんだよな。もっと自分で動いていかないと。俺は自分を根本的に変えなきゃいけないような気がするそう思ったところで、無数の大きな本棚に目が奪われた。もしかして自分を変える方法なんて本もあるのかな。今度改めて来てみよう。どんな本があるのか見てるだけでもいい暇つぶしになるかも。お、あ、出ちゃうの？あ、あ、しっかりと図書室の鍵を閉める。ちゃんと閉まってる。これでよし。さて、
あとは職員室に鍵を返すだけ。今日の夕食はどうしようかな。まずは商店街に行って、あ、そうだ、果物も買わないとな。お、ねねさん、あれ、部室を出た私は昇降口ではなく奥にある図書室に向かう。そして閉ざされているドアのノブをつかみ回してみるけれど、開かない。あ、もう閉まってる。やばい、今日じゃなかったんでしょうか。今日ですよ。以前私が図書室でオナニーしてしまっていたところを修二君に目撃された日、あれがいつだったのかはっきりとした日時は覚えていませんが、カイドウ君やカリアさんと一緒に会話した日だったはず。確か秋田さんの仕事を修二君が肩代わりして、だからこの時間でも図書室は空いていなきゃいけない。なのに、なのに希望に反して図書室にはもう鍵が閉まっていて入ることはできません。やっぱり未来が変わっちゃってるんですよね。ズレが起きちゃってるな。そもそも同じクラスになれなかった時点で。そうだよな、焦るよな。私があの人をお母さんだと認めてしまったから、それとも離婚が遅れたから。まあいろいろあるんだろうな。以前よりも勉強して成績も上がったから。そもそも私が以前の記憶を持っているから。未来が変わった理由なんて心当たりはいくつもあって、それらの全ては今更修正することもできなくて、まあ、だから自分で切り開くしかないんだよね。ねねさんはやっと出会えてこんなにそばにいるのに、修二君は私を避けている。触れることもできない。だけどこの学院には修二君との思い出がたくさんある。ありすぎて私の胸を強く締め付けて、時間だけが経ってくっていうね。こんなの痛すぎますよ。少しでも私の知ってる未来に近づくように頑張っているのに。部活だってそうね。今の私にはもう欠片を集める必要はありません。でも解決させる方法を知っていて無視するのは心苦しくて、放っておくことでさらに未来が変わってしまいそうで、だからおかけんの活動を以前のように再開させたけれど、部室に一人でいる時間が一番辛い。修二君だけじゃない、稲葉さんとも椎葉さんとも戸隠先輩とも、あの部室にはみんなとの思い出が詰まっているから。嘘つき、嘘つき、好きになるって、出会えば私のことを好きになるって言ったくせに、そんなこと全然ないじゃないですか。もう1年半近くこんな時間を過ごし続けて、一体いつになったら好きになってくれるんですか。バカ、バカ。一体どうしたらいいんですか。そもそもどうして前は私のことを好きになってくれたんでしょう。もう私にできることなんて、ねねさん、自分から行くんだよ。ねねさん、もうなんか受動的になっちゃってるけど、行くしかないだろう。もうねねさん、サノバウィッチ待ってたんだな、修二君の方から好きになってくれるの。はい、ということで、いやー、なるほど、未来に、その未来というかね、知ってる未来にしたいっていうことでずっと近づけて行ってたんだけど叶わずということで、いやー、これマジズレにズレまくってるけど、どうなるんだろうな今後。あと七尾さんがどうなってるのかもちょっと気になるけどまあチャプター1の2がどうなるのか、じゃあ次回もお楽しみに。それでは、いや、めっちゃ楽しみだな。バイバイ。